黒部はですね、3日間の日で、実験の時点なんですけれども、最終のこの日で、ね、最後の、ワクチン接種で、遺跡の方からですね、サウンドウィッチとトラッカー、こちらの未来のですね、実施、のご紹介をさせていただきたいと思います。それでは前の方です。こちらですね、まあ、私たちね、遺跡の方ではですね、2台、ご紹介をさせていただきたいんですけれども、まず最初にですね、サウンドウィッチの、ご紹介ということで、こちらがですね、フロントの方にですね、すごい、アンテナ、がついておりますけれども、こちらはですね、何かというとですね、ロボット作業を使用しまして、技術の飛行機、そういったものが出てくると思います。今、出てきたものにしますね、ロボットカウンターと呼ばれているものです。で、こちらはですね、外周のですね、外周だけ人間が入れて、中はですね、全部自動作業、自動作業を行うことができます。こちらはですね、ロボットの、ロボットの、通常はですね、アルドタイプ、スーツのタイプ、あとですね、カフェスーツのタイプ、土壌のですね、また、火力度をですね、センサーで感知することによってですね、こちらの、土壌のですね、火力度、また、これをマッピングして、火をですね、減らしてくれると、遠くをしないようにですね、減らしてくれるというような、仕様の感じですね。あと、宇宙領域の実況の振り返ることによりまして、予想機ですとか、不足反対応しますと、こういうか、こういったものを検討していきますと、特に実況を行えたと、ご存知の4日間のラインナップになっております。今ですね、オペレーターは作業を行っておりますけれども、まずですね、この発動上に関しましてはですね、通常、枕木工程になりますので、通常ですね、補助で入ったらですね、まず奥まで行って、奥でですね、まず内容しますので、内容を引いて、大きく、袋の方、袋から、動きを開始して、あとは全部入れてしまうとですね、最終的には、周りを一周ぐるっと回って、一工程で作っていく。そういったサウナの研究のような形になっているんですけども、こちらのロボットカウンターに関しましてはですね、内心をですね、会社に入れていきます。これは何をしているかというとですね、埋めながらですね、補助の形、をですね、正常上をどんどん設定しているので、いろんな、外形補助、外形補助を設定することがありますけれども、今回その自動化が、どうですね、行うにあたってはですね、やはり基準の手を取ったりとか、補助の形をまずバッチリするということで、すごい効果があります。ということで、カラバッチリだったりというところが、多いんですけれども、こちらのですね、外形に関しては、見えながら、補助の正常上を取っているということで、何でも効率のように、カラバッチリの内容に対応するということで、このようにですね、クリーンカーのグループを使ってみて、使っているので、そこまで決まったらですね、今あとは自動工事で、自動化、ロボットでですね、自動化で自動化によりますと、約5秒程度でですね、走行経路を計算をして、その走行経路に応じた最後の発を使ってくれるというような形です。今ですね、発動モードに切り替えました。そしてオペレーターをですね、リモコンで、自動運転が、開始というふうに、指示をしました。そうするとですね、これまっすぐ、バックしておくんですけれども、これ枕木工程ですので、もう、見えたし、もう、通常でやったらですね、上げる必要かと思います。なので、半分の1個目の行われると、ちょっと前を踏んでくれたということがあるんですけれども、それはですね、まっすぐ出してますので、まっすぐ出してることによって、上からのそのまま、上の強さ、自動運転を開始するというか、このように、水準で自動的に開始まで、輸入してくれます。そして、こちらの部分ですね、前の途中は、おそらく実行ゲームに残して、
で、この初戦に関してはですね、最高速やするとを言ってくれるんですけど、この展開はですね、やはり人が乗っているかもしれない、ということで、この駐車場というのは大変厚くなりますので、このように自由に進むと変わってしまうという、というようにですね、無事作業になりますので、人が乗っているかもしれないというのは、どこかでも構わないんですけれども、さらにちょっと不良のですね、最高速量を補充するというのが、
斜めの台形の補助ということで、今回ですね、ちょっとやっております。で、端っこに来るとですね、どうしても上空調整が必要なんですけども、最初にですね、上空調整、くるっと回って、ティーチングというですね、補助の大きさというのをですね、認識してるんですけども、この段階で、あと何秒、ここに来たら何秒でより、以上切ろうか、3秒、4秒切ろうか、というのをですね、ある程度ですね、判断をつけてますので、人間がですね、やっぱりドスマンですね、今変えたりとか、ちょっと外しが、可能性が多かったり、そういったものになりますけども、機械がですね、要するに判断してやってくれますので、先ほどの電気が必要になってます。そういうふうにね、向こうからですね、こういった部分なんですけれども、大変ですね、こう、移動もなく、楽に
ですね、自動作業が行われると、かなりやはり観光地になりますとですね、バタバタして、うちの会社もよくあるんですけれども、手がかりをしたとかですね、まあ、忙しくて、バタバタして、イライラするから、どうすると思ったか、そういったこともよくあるんですけれども、やはりですね、そういった、スマートフォンを導入していただくことで、そういったところもできる、そういったですね、かなり自動作業の活用ができるのではないかと、最後にですね、この一番最後の工程に入っておりますけれども、ただですね、一番奥側のですね、展開側を、アクラジから2層目で、ちょっと今の様子を見ていきたいと思います。で、ですね、最後の工程で、工程が終わりますので、最後に後から帰ってもらうことができますので、お手伝いで安全を確認しながら、直してください。